ここはですね、中国広州市のベイジンルーという場所ですね。そこ、郊外になってます。ここにあるですね、ショッピングモールですね。フェンランプラザ、フェンラングアンジャンというところをちょっと見てみたいと思います。今日はですね、2024年6月8日、午後の1時46分、土曜日ですね。土曜日の午後なので、今ですね、一番こう人が賑わってるはずの時間帯です。このショッピングモールですね、行ってみたいと思います。どんな状況でしょうか。あそこ、このモールの下の横のところはスターバーとスキヤがありますね。あとこれ金の店ですね。中国ではこの金が人気なので皆さんゴールド買い集めてます。ということでですね、1階に入ってきました。ここなんか服屋さんですね。スポーツ系のゴルフかなんかね、あれか。こっちもなんか、なんかちょっとでも古っぽい感じの匂いのする、昭和感のあるあれですね、ショッピングモールですね、これ。まあ人はいますけど、なんかちょっとドヨーンと暗いですね。15年ぐらい前の上海の百貨店もこんな感じでしたね。なんかドヨーンとした感じ。サイゼリアあるけど、7階にあるんですね。こっちはセブンイレブンです。中国にもですね、日本のコンビニ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートがあって、なかなかいいですね。香港とか行くとサークル系とかある。これも服屋さんですね。でもなんかちょっとやっぱ人いないですね。大丈夫なんかなこれ。ちょっと人がいない。スタバがある。上が、洋服とか宝飾品売り場ですけど、これエスカレーターは電源入れてないんですね。多分人少ないからでしょうね。いやでもなんか店やってる雰囲気が、やってんのかなこれ。ちょっとこれ不気味な感じがあるんですけど、大丈夫なんかなこれ。全部空き店舗ですねこれ。あ、向こうはやってるわ。こっち端っこ廃墟みたいになってますね。ゴミあって、こっちはまだマシですね。まあなんかスーツケースとか売ってるけど、ちょっとなんか大丈夫かなって感じの雰囲気ですね。向こうの方行ってみようか。地下あるんですけど、地下閉じられてますね。誰もいないですねこれ。下子供遊ぶとこも真っ暗です。いやこれはちょっとマジでやばい、やばいショッピングモールですねこれ。大げさに私言ってるわけじゃないです。別にあそこの飲食店もあれやってないですもんね、この横のところ。3階に行ってみましょう。まあでもサイゼリア上で営業してるんですよね、あれ日本の会社ですけど。このビル自体にお客さん寄りつくのかな、それがちょっと心配ですよね。家賃安くてもいいですよって言われても、なんぼ安くても客来なかったら。ここもなんか店あった後ですけども、スーパーがあったんですね。入り口こっちって書いてある。向こうに映ったんかな。
あれまた何とか広場ってまたちゃうのかな。でもこういうのも向こうも空き店舗ですし、ここも空いてますもんね。これ店1個、こっちも空いてるし、こういう風になったらなかなか厳しいですよね。一応ここスーパーか、向こう入り口ってなってて、こっちはスーパーですね。このスーパーはまあ一応やってますね。地元の人は買いに来るんですかね。なんかでもちょっと活気がないスーパーですねこれ。やばい中国ショッピングモール、本当に大げさに言ってんじゃなくて、7階まであるからまだだいぶ上までありますよね。ここ3階ですもんね。上に行けば行くほどもっとなんかどんどんやばさが増しそうな気がするんですけど、どうでしょう。ここは全部空き店舗です。こっちなんか服売ってるけどなんかやる気なさそうですもんねこれ。なんかルイ・ヴィトンとよく似たデザインのカバンが置いてあります。多分優秀なデザイナーさんがデザインするとですね、ルイ・ヴィトンみたいな形にデザインにですね、自然に寄っていくんだと思います。決して真似してるわけではないです。たまたま似てるだけです。いやこれは人来ないでしょう。これでも4階行くのにエスカレーター多分止まってますよね。サイゼリア7階やってんのかな本当に。行っていいですよね。怒られることないですよね、ショッピングモールなんで。入って怒られることはないと思うんで、もう怒られたら戻ります。っていうかこれこの階何もやってないですね。これ本当にやばいですね。大げさに言ってんじゃなくて。次5階。一応あれ案内の看板はついてるんですね。行ってみましょう。ちょっとサイゼリア見てみましょう。7階のサイゼリアどうなってるか。これ中国でサイゼリアってどこもすごい流行ってるんですよね。だけどここでもしやってるとしたらお客さん来んのかな。疲れましたこれ階段登るの。あともう1階か。あでも電気ついてるわ。ここだけなんか動いてますねこれ。なんか電気ついてるわあれ。なんか飲食店ありそう。あ、これあったあったサイゼリア。人並んでないです。だいたいサイゼリアで外で人並ぶぐらい流行ってるんですけどね。まあ一応でもな半分ぐらいお客さん入ってる感じですね。日本のファミレスのサイゼリアです。こっちなんか
魚料理の店閉まってます。ここもなんか魚料理チェーン店の店か、これ閉まってますね。こっちなんか火鍋屋さん閉まってます。この辺の店もですね、東北料理の店とか全部閉まってます。ここも焼肉屋さんですね、この撤退して閉まってます。こっちのラーメン屋さんはこれやってますね。だからこのサイゼリアとこの2つだけですね、今やってるの。あと向こう、向こうになんか新四郎、なんかこの上に多分中華料理屋さんがあって、これやってそうですね、電気ついてる。これでもちょっとやばいですね、本当に。こんな感じですね、これエレベーターで降りよう、もうエスカレーターで行くのしんどいです。エレベーターがちゃんと動いてるかな。こっち1個止まってますね、こっちしか空いてない、動いてない。あ、9階なんか映画館あるんですか。こっから行くの映画館、ちょっと映画館行ってみましょうか。ここ映画館もやってないですよね、こんな真っ暗とか。多分これもう映画館やってないですよね。ちょっと行くの嫌ですね、これ映画館。こっから9階に上がってくださいって書いてるけど、多分っていうか、ここの映画館どうなんですかね、これやばいショッピングモール、本当ですね、これ。ちょっと私これ行く勇気がないです。そんな危なくはないと思いますけど、めんどくさいなと思って、上までしんどいのに。ちょっととりあえずエレベーターでした。俺が全然来ないんですけど、来た。でもいっぱいやな、みんな降りるかな。これ私ですね、間違えてエレベーター、上行きのエレベーター乗ったらですね、映画館来ました。映画館に来てる人らがですね、これ出てきたんで、ここ映画館で、映画館やってますね。でもあの階段登る人いないでしょ、あの真っ暗の中。ということで、足もう一回下に降ります。で、結構普通の映画館ですね。ちゃんとしたシネコンですね、これ。かなりいっぱい映画やってます。ポップコーンの庭がすごいしてますね。あの真っ暗の階段を登っていく人おるんですかね、私。映画館やってないと思ってました。まさか。もう一回降ります。これ降りるのめっちゃ時間かかるな。なかなか来ないですからね、こっち壊れてるし。まともにやってるし、サイゼリアもやってるんですけど、このビル半分7割ぐらい空き店舗とか稼働してないですよね。これ維持費とか考えたらすごい、まあだから維持費かかるからエレベーター1個もう壊れてんのか止めてんのか分かんないけど動かしてないんですかね。なかなか来ないですね、これ。今やっと来たか、やっと来ました。いやーちょっとこのエレベーターの音もすごいですね。じゃあ無事に来れましたということで、ショッピングモールでした。まさかあの映画館やってると思わなかったですね。ということで、映画館ちゃんはショッピングモール、そこ の撮影したんで、またちょっと歩いていきたいと思います。今日でショッピングモールの動画2つ撮れたな。